こんにちは、速稼塾の久保です。まあ私大学出てすぐにサラリーマンをしたんですよね。まあ7年ぐらいだったんですけども、その間に問題になっていたのがやっぱり過労死の問題でした。私が勤めていた会社ってのは上場を直前にしていたところもあってですね、だいたい残業時間といえるものが月に200時間前後だったんですよね。これ言うと嘘だろって言われるんですけども、いや本当に200時間前後だったんですよね。でも周りを見てもそうだし、その他の会社のことは見えないんで、そんなもんだろうと思ってたんですよ。私新入社員の時からそれでしたからね。だから何の疑問もなかったんですよね。で結構楽しかったんですよね、そうやってなんかこうみんなでワイワイと没頭してやることがね。まあでも今振り返ってみると楽しい時間だったんですけども、8時間労働制ってものを考えたらね、毎日そういえば10時間とかオーバーワークしてたんだなと思うとちょっと恐ろしい気がしますよね。1日10時間のオーバーワークでだいたい23日出勤、休日出勤も合わせるとプラス15時間かける3ぐらいですかね。まあ、この計算すれば簡単に200時間ぐらいオーバーになるということはお分かりいただけると思うんですけども、その時ある大手会社、上場企業でですね、新聞紙面を賑わした一つの過労死問題がありました。過労死オーバータイム68時間自殺ということだったんですよ。それが過労死認定されたというそんな記事でした。いや大変不謹慎ながら当時の私はその記事を見て、こんな時間で人は過労死するんだ、しかも上場企業みたいなところでと思ったわけなんですよね。それはある意味俺たちの方が大変な思いしてるぞっていうふうなね、そんな揶揄も含まれていたのかもしれません。まあ、ですんでね、その頃はまだ私も判断が未熟だったのかなと思います。68時間っていうものをオーバーワークしてることの方が異常なのに、68時間程度でって思う自分がいたんですよね。今はやっぱり決められた通りに無理なく、残業もたまにはあるでしょうけどもね、無理なくそれが常態化することなく、きちんと個人の権利や自分の職場を家庭とともにね、同じぐらい大切なところですから、両立させるってことをやっぱ会社が支援していかないといけないですし、従業員同士でやっぱ監視していかないといけないと。そして上司や先輩ってのは部下がきちんと休めているかとか、まあ、過労死になるようなそんな精神状態になっていないだろうかっていうのを配慮する義務があるっていうのはなんとなく分かってきたんですよね。で今回何が言いたいかっていうと、その中の別の、まあ、ケースなんですけどね、過労死に至ったご主人のその奥さんのね、訴訟をしている裏話というものがね、あるコンサルタントの先生から私のところにもたらされてきたんですよ。それはですね、会社の企業研修で行った先のコンサルタントの先生のお話だったんですけども、最近過労死の問題って出てますよね、皆さんどうですか、と。過労死になるまで働いちゃダメですよと。自分の体力が続く範囲で無理をするのはそれは構いませんけども、死ぬまで働いたら結局ね、会社が迷惑しますと。奥さんも家庭も迷惑です。だから無理しないでくださいってことを言ってたんですよ。そしてどんな裏話かっていうと、このある過労死をした旦那さんの家庭、残された奥さんが裁判所に裁判を申し立ててね、ものすごく自分の窮状を訴えたらしいんですよ。その時にこぼれてきた話なんですけども、その奥さんは旦那さんがもうヘトヘトになってね、帰ってきた、それを励まして、あなた頑張って、ってこれから住宅ローンもあるし子供たちもいるんだから、あなたが頑張らなくてダメじゃないの、ダメじゃないのって感じで、まあ奥さんが言うには励ましたらしいんですよ。そして朝なかなか起きてこない旦那さんのところに行って、もう朝だよと、頑張ってよと、今日行って明日行ったら休みじゃないのみたいなこと言ってたらしいんですよね。でも休みっていうのも大体返上なんで、旦那さんとしては気が重かったんですよね。会社に行ってもヘトヘトになるまで働かないといけない、家に帰ったら奥さんが仕事を励ます、そんな形でなんか行き場がなくなっちゃったっていうふうにね、そのコンサルタントの先生は、見ていました。だからね、その場だけでの話ですけども、ひどい奥さんですねって言ったんですよ。本当に旦那さんが大事だったら、旦那さんに足にねこう組みついてでも、もう会社に行かないでと、私も働くから、もうあんな会社に行ってあなたがねおかしくなってしまうのがなんか心配なんだというふうにして、過労死を防がないといけない、そういう役割が家庭にあるんじゃないか、奥さんにあるんじゃないかなってことで、そのコンサルタントの先生は言ってたんですよ。で結論としてはね、そういうふうな奥さんを皆さんは選んでくださいねと。
皆さんは自分がね仕事をやんないとダメっていうそういう思いに駆られてるでしょ。で限界を超えてまで働こうとしているのが、まあ、男のサラリーマンとしてのマインドだと思うんですよっていうふうに言ってたんですよ。だから奥さんはやばいやりすぎてると思ったら、それこそね靴を隠してでも会社の書類を隠してでも旦那さんにビンタを張られようとも死ぬこと過労死になることを避けるために時にはね会社に行かせないっていう決断をしなくてはならないと。そしていざとなって無職になったら一緒に働きましょうと言って励ましてあげるっていうのはねそういうことじゃないかなってこと言ってましたね。それがですねもうヘトヘトになってるところあなた会社に行ってって送り出すのはまさに奥さんが過労死をさせたようなもんですよっていうふうに話してたんですよ。なるほどねとそういう見方もあんのかと思いましてね私はね一つそこで勉強になったなと思ったわけなんですよ。まあ時代は変わってですね今あれから20年ほど経ちました。だいぶ職場の整備もされてきて過労死問題が大きくクローズアップされる中でまさかね今奥さんがね旦那さんヘトヘトになってるところ会社に叩き出して自分は家で爪楊枝シーシーながら昼寝しながらせんべい食ってメロドラマ見てるってことはないでしょうけども、まあでもどうなんですかね。なんかね稼ぐ方法がたくさんある中で会社に行くしかないっていうそういうふうな見方っていうのはだいぶ減ったのかな。どうなんでしょうね。私はまあそれからすぐに会社を辞めて今に至るわけなんですけども、確かに誰かのよく知らない人の会社の社員にならなくてもなんかやっていけるんですよね。もちろんみんなではないと思います。私に言わせれば会社員で入れるなんてすごいなってところが本当にあるわけですよ。皮肉でもなんでもなくって私はできなかったんでね、その会社員としてその決まったルールの中で決まった給料でやっていくってことできなかったですよね。私がねもしできるんだったら今でもサラリーマンやってたと思うんですけどね。できなかったんで仕方なく残された道自分でことを起こすみたいなことをして10年以上うまくいかなくって、まあそのインターネットってものがねやってきて40から始めてみたらなんとかなったみたいな、本当に運が良かったなと思ってますね。過労死、旦那が過労死、そのタイトル私の方が付けさせてもらいました。では行ってらっしゃい。